早くくたばれ、早くくたばれ、まだか、まだか。はい、どうも、めちゃすです。本日もやっていきましょう。というわけで、本日もヨッシーアランドの実況プレイをやっていきたいと思います。ついに最終回でございます。ということでね、早速6の8やりたいとこなんですが、普通に行くとですね、死んだ時に非常にめんどくさいので、まず最初に木稼ぎをしたいと思います。カットです。まあいいでしょう。はい、11期ということでね、なりましたんで、じゃあ行きましょう。ついにラストステージ、6の8でございます。はい。緑ヨッシーですね、最後なのにね。6ワールド8、いよいよクッパ城だ。ということでね、やっていくわけですが、まず最初この鬼門なのがね、このコプターなんですよ。これね、最初ね、そう、これ、あれ、ちょっと待って。これ、今のはちょっと失敗ですね。今の失敗です。あのね、画面外に出るとね、今のカメック来ないんだよね。確かね。ちょっとうまくいかないっすね。もう一回。こうでいいのかな？あ、これでいけますね。そう、これで、カメックが来なくなりますんで、そう、これね、裏技なんですよ。結構ですね、最初はこれで詰まる人が多いんだけど、俺もね、正規でやってた頃はね、ずっと詰まってたんですけどね、大丈夫です。これならね、これなら安心ですよ。はい、オッケー。はい、これでいけるわけですね。おー、なんか来た、なんか来た、なんか来た。はいはい。で、問題はここからなんすなぁ。はい。でね、ここでね、こういうのがあるわけですよね。4つに分かれてるんですよね。これね、4引くといいんですよ。寝押しできんのかな、これ。2ってなんだろう。とりあえずね、数字がちっちゃいほど難しいと言われてるんですよ。2ってあんまり聞いたことないな。はい。おーっと、これはめんどくさいですね。これはめんどくさいですね。めんどくさいですね、これ。これを避けつつ頑張れということですか。はい。ああ、でも、なんか普通に来れましたね。あれ？ちょっと上に登りたいんですが。ちょっとせこいかな。まあいいでしょう。これで下に潜った時に何があるかだよな。即死ゲーがなきゃいいっす。どうしたらいいんだ、これは。はい。こっちはフラワーだけ。フラワーだけですか？そうですか。来ても意味がなかったですね、あまりね。じゃあこっちか。お前はなんだ？お前らはなんだ？はい。です。これ行くとさっき見えたところに行けるって感じなのかな？そうですよね。コイン稼ぎでしょうかね、ここは。あ？ああ、そういう感じね。早く行けって感じですね。はい。で、鍵がないといけないので、おそらくここから鍵を取ってくるんでしょう。全然覚えて、ああ、そういうことね。そういうことね。お前、また出てくんのか。また出てくんのか、お前。あ、やべ。なかなかね、あと2発、あの、なかなかきついね。多分ダメだな。うん、ダメだね。よし、戻りましょう。卵補給ポイント近くにありましたっけ？あ、ありますね。それは良心的だな。はいはい。マックスまで持ってかないと絶対ダメなので。さっきマックスまで持ってなかったかもしんないね。はい、もう一回でーす。はい。はいはい。さーてー。あお。一
来たかな。よし、これで鍵をゲットと。そうね、2はちょっとやったことなかったんで心配でしたけど、まあそこまで難しくはないって感じですかね、今のところは。これで終わってくれるとね、ありがたいんだけど。あ、終わった。2簡単だな。そうね、1がね、一番難しいって言われてて、3がトラウマで、割とトラウマで、4がラッキーなんですよ。これね、うざいんですよ。これ当たるとね、引っ込んでくれるんで、嬉しいんですよね。はい、はいはい、で、はい、ここね、はい、ここね。そう、あんまりね、いろいろね、やりたい放題させるとめんどくさいんで、はい。かわいそうに何回も出てはいなくなり、出てはいなくなり。おお、やってしまった、やってしまった。やばい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 、危ない危ない。ああ、遅かった。でもね、ここ越えちゃえば、あとボスだけなので、ちょっと待って、危ない。わからん。ちょっとあんまり、やばい。ここで死ぬわけにはいかない。これでもいけるんでしょ。あーおー。まあまあいいでしょ。オッケー、中間。危ない。もう早速とかやめてるけど。中間取ったらもうこっちのもんですよ。はい。さて、でかいっすね、ドアが。きー、うっきー。こんなとこまで来やがって、絶対アカンブ行ったらいいじゃん。はい、ということで、誰だお前は、ということで、クッパくんですね、これは。クッパお坊ちゃま。なんだかさっきからうるさいでしょうね。ゆっくり寝てられないでしょうか。寝てられないじゃないでしょうか。赤ちゃんことはわかりかねますよ。ん?その乗り物は何ですか?とても楽しそうですよね。僕によこしですよということでいきなり始まるわけですよ。まあ倒し方は簡単です。これで OK です。これで OK です。はい。ちょっと間を空けて、こうと。あら、なかなかうまくいきませんね。はい、OK。あと1回くらいでしょうか?はい、これでドンと。OK。終わりです。なわけないでしょって。はい。ぼっちゃま、お前たちぼっちゃまになんてことをな、お助けしますぞ、ぼっちゃまということでね、ここでね、カメックがね、もうめちゃくちゃ余計なことをしてくれるわけですよ。はい。まあね、10機ありますからね。もうどんとこいって感じですよ。さあ、こっからが、ラストステージ、最終バトルでございます。さあ、どうなるかっていうとですね、ヨッシーがね、向こう向くんですよ、ほら。そう、対面で戦うっていうことになるんですよね。ここに来て初ギミックっていうことでね、なかなか大変ですよ。さあ、この神曲に乗せて、さあ、まずどこだ?さあ、まずどこだ?ここね、はい。はい、ここアンチだとね。で、これを避ける。はい、避ける。これで、この辺?あー、低い。この辺?高いかな。オッケーです。まあ、こんな感じですよ。これを繰り返していけばいいって感じですかね。あー、低かった。はい。オッケー。さあ、緊張しますね。来るよ。はい。はい。危ねえ。低いのか。この辺?オッケー。さあ、この辺から足場が、
そうだね、なくなっていくんだよね。ちょっと一回ここで避ける時間をください。はい、ここね。はい、やべえ、低かった。やばいやばいやばい、くる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 。はいはいはい。あー、足場が狭い、足場が狭いよ、足場が狭い。早くくたばれ、早くくたばれ。まだか、まだか。あー、低いか。オッケーオッケーオッケー、よーし、一発、ありがとうございます、ありがとうございます。ヨグおばちゃまをこんな目に、この借りはいつか必ずお返ししてやる。キーカチャサー、いや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 、めちゃそ実況にしてはナイスなプレイでしたね。ねえ、めちゃそにしてはナイスでした。はいはい。お、この踊りじゃないですか。お、ルイージ。やりましたよ、皆さん。一発ですよ。いやー、最初のコプターだけしくじりましたけど。こうしてヨッシーたちの大活躍のおかげで、双子の赤ちゃんたちは無事に再会することができました。そして赤ちゃんたちも探すうちに、カメック一味に囚われてしまったコウノトリも助け出され、二人は改めて運ばれることになりました。ありがとう、ヨッシー。二人は今度こそパパとママに会えることでしょう。よかったね。ね、激闘でしたよ、ほんと。一時はどうなるかと思いましたけどね。さて、ここでワールドロゴを破壊と。うん。お、コウノドリだ。コウノドリってのは、あれか、ドラマか。これはコウノトリね。細かいですけど。おー、あったー。いやー、終わりましたよ。いやー、本当にありがとうございます。いやー、こんな気分、久々というか、3回目ですね。ということで、めちゃそ個人実況第3弾、ヨッシーアイランドはこれにて完結でございます。はい、誠に誠に誠にありがとうございました。いやー、サンチャスブラザーズも、解説してから間もなく1年になろうとしているところですけれども、そんな中ね、めちゃそ個人実況3作目が、無事完結したというところで、本当ね、皆様のね、支えのおかげでここまでやってくることができましたと、本当に感謝でございます。いやー、しかしね、いつやってもね、最終回ってのは本当に寂しいもんですよ、本当に。あれさ、やっぱりゲームってコツコツ進めていくもんじゃないですか。やっぱゲーム実況やってるとね、自然とそういう形になってくるんですよ。ね。廃人みたいにね、一日で全クリするとかそういう感じではないので、やっぱりね、コツコツ毎日やってたものがね、完結するっていうのはなかなかにね、感慨深いものがありますよ。うん。一方のリアルの梅茶草はね、非常にもう参っております。本当に。ね、今こうやってね、楽しそうに話してるけど、さっきまで本当死んでたので、ね。本当ゲーム実況やってる間がね、本当、唯一の、なんか、楽しいひと時っていう感じなんでね。まあ、1日10分ぐらいなもんですけどね。いや、本当どうなることやらって感じですがね。まあ、リアルの梅茶草もね、まあ、今後どうなるか分かりませんので、もしね、よろしければね、応援していただければっていうふうに思いますよ。で、気になる第4作目なんですけど、これはね、早速明日からやりたいと思います。はい。ね、梅茶草が生きてれば、梅茶草が生きてれば、早速明日からやりたいというふうに思います。あのね、予定、これあくまで予定なんですけど、第4作目、5作目、6作目は、一つの、まとまりとして見ていただければっていうふうに思います。まあ、シリーズが、
シリーズものの、そのさらに上に大シリーズって感じなんですよ。あるシリーズの1、2、3を、やっていく感じになるんで、まあそれはちょっとね、まあお楽しみにっていうことなんですけどね。まあ、あれですよ。RPG になりますんで、やっぱりメタスはね、RPG が合ってるんですよ。お、どうやらパパとママの住む国についたようです。国！ほう。これがパパとママですか。ルイージとマリオのパパとママってどんな人なんだろうね。まあ見えないんですけどね。ヒーロー誕生ということで、ここでスーパーマリオの曲が流れるわけですね。ジ・エンドということでね、誠にありがとうございました。メジャース個人実況第3弾ヨシアイランドはこれにて完結になります。またね、まあ多分やらないと思うんですけど、なんか各ステージをね、100点取っていくとかね、そういうなんかやり込み系のね、番外編をね、もしかしたらやるかもしれないんで、まあその時はまたお付き合いくださいということでね、以上になります。これまでのご視聴ありがとうございました。まもなくサンチャスブラザーズ開設1周年となりますんで、今後ますますの、展開にご期待くださいということで、メチャスでございました。ヨシアイランドを、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。